日はこのスラップのちっちゃいミニ風船を買ってきました。今日はこれではるくんと一緒に風船釣りをしたいと思います。この水風船かわいいですよね。スラップなんですけど、一時期ちょっと流行ってたんですけどでこれだけじゃちょっと寂しいんで、この亀とこの金魚、懐かしの入れたいと思います。じゃあはるくん、風船釣りするか。はい、はい、じゃあやりましょう。じゃあやってみます。あ、じゃあ、あ、じゃあ、あ、じゃあ、ちょ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 、はるくん、はい、じゃあ水入れたいと思います。よし、おー、うん、浮いてきた浮いてきた浮いてきた、すごい。あざあざ、はい、いい感じに浮きました。ちょっと一個へこんじゃってるのがあるんですけど、はるくんと一緒に風船釣りやっていきます。じゃあ、紙と金魚入れます。おお、突きて生きてますよ。よし、じゃあはるくん、はい、はい、でははるくんと何個取れるかちょっと勝負していきたいと思います。じゃあはるくん、レディーゴー。結構難しい。ヒヒー、お、2個取りできた。引っかかった引っかかった、やばい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 、あー、せっかく1個取れとったの。5個、はるくん逆転になるか。あ、手で入れた、手で入れちゃダメ、手で入れちゃダメ、手で入れちゃダメ、分かった分かった。追いかけてこんで妨害。手で入れちゃダメだって。切れた。はるか。ペナルティ。反則。じゃあ私はこの神様を取ってやり。100万点。え、カブチョチョ。おお。どうだどうだ。あ。キキー、超新鮮はい、結果発表。はるくん、反則負け。やったー。一応数えてみたいと思います。せーの、あ、ちょ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 、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 102 103 104 104 105 105 106 107 108 109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 
姉ちゃんもまだまだだな。はるくんの反則にどうやって立ち向かうか、ちょっと気になるところですね。おいおい、はるく反則だぞ。兄ちゃんひどいもんね。110番してき。
次はそうじゃん。ハルくんは宇宙人にさらわれて、スーパーハルくんになって、あの動画に書いてきました。ということでまとめてね。バイバーイ。バイバーイ。